天仏さんチャンネル始まりましたよ。いしょ、イエイ。天仏さん、吉永です。どうじろきです。ウィッシュです。本日は2022年上半期記念レース一気見特集。はい、まあ1月からね、6月の間に行われた、記念レース12本あるんですけども、はい、こちらね、6本ずつに分けて前編後編に分けていきたいなと思います、はい。まあ記念レースってさ、なんか見返したりとかするじゃないですか。するね。それ一気に見てもらうようにということで、前編後編ちょっと出していきたいなと思います、はい。ということで、じゃあ早速、6本一気に見ていただきたいなと思います、うん。ということで見ていきましょう。どうぞ。G1 シルクカップ優勝戦スタートしました。10戦のスタート、大外から青山周平だ。一気に青山がここ一番のスタートを決める。これがあります。青山周平一気に内側の6人組をして、なんと秒殺だ。渋沢健二まで捕まえた。これがナンバーワンの底力か。一周回で先頭に立った。もう決着をつけたのか。青山周平先頭ちぎるのか。2番手渋沢、3番手三浦、その後に内山、そして5番の高橋、7番の早川聖太郎。完全に相手を粉砕する、そんな序盤の動き。青山周平がもう独走か。さあ2番手は渋沢が頑張っている。三浦航平3番手、昨年は3着、見せ場十分だった3番の三浦航平。ここから着順上げられるかどうか。さあ三浦が渋沢のインコース入っていく。残り5周回、2番手変わって3番の三浦、渋沢健二3番手交代、その後に内山、さらには早川聖太郎、高橋を捉えれ、そして内山も捉えて、3、4コーナーで4番手へと早川聖太郎が追ってくる。残りは4周回、まだ半分残っている。さあ青山先頭であります。3番の三浦航平2番手、その車間はどうでしょうか。じわりとは縮まっているか。先頭が青山、2番手が三浦、3番手1番渋沢粘っている。早川聖太郎現在4番手、残りは3周回、渋沢も健闘、3番手で粘っていますが、早川聖太郎がこの辺りで3番手へと上がってくるか。高橋美鈴がその後を続いています。さあこの3コーナー飛び込んだ早川聖太郎、さらに2番手上げて3番手上昇だ。残りは2周回、強い強い青山周平先頭であります。今年もこのシルクカップからハルクの更新が始まるのか。2番手が三浦、3番手が早川、4番手へと高橋美鈴上がります。2番手の争いが接戦となるブルーフラッグ。残り1周回、5日間激戦を演じた16,500m のシルクロード、それぞれが走り抜いた先に終着点が見えてきました。さあ早川が2番手へと上がれるか。上がった早川聖太郎、大歓声。さあ青山周平、今年もここから始まる。青山優勝。払い戻し金です。2連単は庄内で焼肉王国プレゼンツ G2 オーバルチャンピオンカップ3秒前12レース優勝戦スタートしました。今度は決まった。2回目でも長い有吉並ぶようにして1コーナーに入ります。外からかましてくるのは高橋、やや滑りました。ここは2番の、ああ危ない、有吉が転倒であります。有吉が落車。3番の永井大輔主導権を握っています。2番手は5番の加賀谷、そして3番手には7番の若井智和。レースはこれから2周目に入ります。3番の永井の主導権です。2番手は5番の加賀谷、そして3番手7番の若井智和。ちょっと影響がありそうな、雨の影響がありそうなレースの流れであります。さあ3コーナーでは5番の加賀谷のインコースから7番の若井智和が飛び込もうとしております。開けていくのは5番の加賀谷、各選手が滑っております。レーサーの濃い6周回、先頭は3番の永井でありますが、こういう走路状況ですからまだまだ何が起きるか分かりません。5番の加賀谷が2番手の位置、7番の若井智和がもう一度加賀谷のインコースを刺そうとしております。離れた4番手が8番の高橋光、3番の永井が軌道に乗ったんでしょうか。残りは5周回です。ただ道中の迫力、7番の若井智和、これは負けてはおりません。あとは滑りとの戦いにもなりそうであります。さあ2番手はほぼ並ぶ感じになりました。7番の若井が現在2番手争いはリード、外は5番の加賀谷滝明。4コーナーを立ち上がりまして、残りは4周回、川口勢による首位争い、明らかに道中の足色は7番の若井という感じでありますが、3番の永井、この位置を守ることができるのか。7番の若井が忍び寄ってまいります。3番手は5番の加賀谷滝明、前3人による首位攻防戦となりました。3番の永井の主導権になりました。残りは3周回、
さあ若井が狙っている、若井が狙っている、だいぶ近いところまで若井が迫ってまいりました。道中終盤戦、大どんでん返しがあるのかどうか。3番の長井に明らかに勢いで勝っているのは若井友和、2番手の位置、3番手は5番の輝谷滝明という対戦になっています。残りは20回、さあ若井の姿を察知したのか、3番の長井が締め始めております。3番の長井の主導権になりました。7番の若井友和は2番手の位置、3番手は5番の輝谷滝明、3コーナーから4コーナーに向かいます。3番の長井が先頭だ。7番の若井、さあ近づいてまいりましたが、まだ突っ込める距離感ではありません。残り1周ブルーフラッグを通過しています。ガチンコ勝負になりました。長井か、それとも大逆転になるか。若井友和2番手の位置、最後のコーナーに向かっています。先頭は3番の長井大輔だ。7番の若井、5番の輝谷滝明、川口で同じ地区の選手を従いまして、長井大輔押し切り。払い戻し金です。スピード決定戦優勝戦12レース、スタートしました。3番の二村飛龍、絶好のスタートを決めていった。3番二村トップスタート。その後2番手争いは外から荒尾が飛んでくる。1番の松山、2番の山田、あっと荒尾鈴木圭一の落車、荒尾鈴木圭一の落車、木村も後方に置かれてしまいました。人気の両者がまさかの落車です。3番の二村先頭、1番の松山2番手、3番手は2番の山田達也、その後4番鈴木宏和、5番の伊藤信夫、大きく離れて木村武史が6番手。なんとなんと大波乱、荒尾聡、鈴木圭一郎は早くも離脱、脱落しています。先頭3番の二村、渾身のスタートを決めて、残りは6周回、まだ6周回残っています。1番の松山が2番手、離れた3番手2番の山田、その後が4番の鈴木宏和、5番の伊藤信夫です。カメラは3番手争い、2番の山田達也が現在3番手追走、4番の鈴木宏和が4番手、5番の伊藤信夫が5番手です。前3番の二村飛龍、独走体制に持ち込んでいます。10メートルオープン、渾身のスタートを決めた二村ぶっちぎっています。2番手3番手車間縮まってきました。松山2番手、山田達也が3番手、まだ残り4周半、半分以上残っている中で、山田達也、浜松の走路インは苦手ですがしっかり練習してきました。松山に対して差を詰めてくる優勝戦の2番手争いです。残り4周を切って3番の二村飛龍はぶっちぎっています。早くも独走体制、2番手が1番の松山、3番手が2番の山田達也、その後4番手5番手離れました。6番手大きく離れて木村、なんとなんと1番人気、2番人気、鈴木圭一郎、荒尾聡は落車に倒れています。先頭3番の二村ちぎって2番手は離れていますが、まだ1番の松山が踏ん張っています。山田達也が現在3番手、松山山田の2番手争いがこのレースの焦点か、その後ろで地元勢となっています。先頭3番の二村飛龍ぶっちぎったままレースは終盤戦に入ります。3番の二村、出走路での強さには定評があります。しっかりちぎっています。1番松山、2番の山田、この両者の間隔はレース終盤少し広がりました。松山2番手、山田3番手、このまま決着を迎えるのか。残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、大波乱が起こったスピード決定戦、今回は3番の二村に軍配が上がりそうです。ここ浜松でも本人のイメージ以上に出走路成績を残している二村、5年ぶり2度目の G1 制覇の時、3番の二村飛龍ぶっちぎった今回のスピード王、二村飛龍。12レース2連単316,250円。人気が割れに割れました。5秒を切ります。解説70周年記念グランプリレース12レース優勝戦スタートしました。内側から大きい小林瑞希好スタート、小林瑞希がここは1周1コーナー先手を取りました。さらには輝が続けるかどうか、くるっと小回りは大きくなります。相当からかましてくるのは青山周平、4番手争いからの競争になりました。先頭は2番の小林瑞希、小林の主導権になりました。2番手大木、そして輝滝明、さあ輝が初の G1 制覇に向けまして2周1コーナーで2番手に上がっていきました。2番の小林瑞希は主導権を握っています。さあ全国ナンバーワン青山周平の動きはどうか。この3コーナーで大きを捉えて3番手に上がってきています。先頭は2番の小林瑞希、2番手は輝滝明、そして
3番手に8番青山周平が上がりました。道中で1番の大京を捉えた8番青山周平が地元勢にくさびを打つのか。現在3番手の位置、差がなく4番の木村武史が続いています。足色では青山周平以上のものが4番の木村にあります。さあ青山大丈夫なんでしょうか。さあ先頭争いはここで2番の小林を捉えました。3番の加賀谷1コーナーで加賀谷武明が先頭に立っています。先頭は加賀谷武明、小林瑞希はもう1回仕掛けられるかどうか。3コーナーの突っ込み、さあタイが並ぶ、地元勢が競っている。木村が待って差しの構えか。ホームスレッジ側ではさあ仕掛けの応酬になっています。先頭争いは仕掛けの応酬だ。3番の加賀谷が先頭に立っています。陰と真のシーソーゲームになっています。さあ2番の小林瑞希やり返す、待っている4番の木村に道が開いた。開いた4コーナーの立ち上がり、残りは3周回であります。小林が先頭だ。3番の加賀谷、4番の木村が並ぶ格好だ。さあ加賀谷が力ずくで抑えていきまして2番手の位置、先頭は2番の小林瑞希、2番手は3番の加賀谷武明、壮絶なる首位攻防戦となりました。さあまだまだ諦めない G1 優勝への執念であります。3番の加賀谷、外からまくっていく4番の木村、現在2番手争いであります。先頭は小林瑞希、小林が先頭だ。2番手は3番の加賀谷武明、明けっぷりよく、さあ木村の強烈なまくり、やや限界値を超えまして流れました。残り1周ブルーフラッグ、先頭は小林瑞希であります。2020年のムーンライトチャンピオンカップ以来の G1 制覇が見えてくるのか。3番手から木村が狙って最終コーナーに向かっています。さあ捨て身のまくり、加賀谷武明、最終コーナー3台並んでいる、並んでいる、わずかに小林、わずかに小林瑞希、ガッツポーズ。連勝複式2と3の組3830円。サンケイスポーツ杯 G2 レジェンドカップ優勝戦スタートしました。10戦のスタート、久坂と篠原好スタート、センターから5番の伊藤の後、高橋貢好発進、高橋が潜り込んでいく、高橋スペシャルを見せるのか。篠原のインコース、序盤戦で構成仕掛けるか。高橋貢、高橋が3番手、しかし前は飯塚勢、2番の久坂と4番の篠原、この2人が蓋をするか。高橋3番手、外から逆襲、伊藤の後逆襲、伊藤の後高橋を伸び込んで3番手上がりました。高橋4番手一旦下がった、その後8番の荒尾が中段の5番手になりました。今日は先輩レーサーに挑戦です。8番の荒尾中段の位置、さあ先頭久坂の魂の走りを見せるか。2番手4番の篠原、伊藤の坊、そして高橋美鈴、さあ役者が揃ったトップ争いだ。久坂の篠原、飯塚勢が壁を作る、外から強襲、伊藤の坊、伊藤の坊風に煽られる、流れた、内から高橋が捉えた、高橋が3番手。さあまだまだレーサー残り5周、仕掛けたのは篠原、篠原が仕掛けた、篠原先頭だ。久坂の2番手交代、もう1回坂戸が狙っているが、篠原先頭、2番手が坂戸、3番手高橋美津、さあ気を伺っている。高橋がここで坂戸の内を狙っている。残りを周回、坂戸も蓋をする、坂戸も懸命に蓋をする。高橋が3番手、さあもう一度ファイトバックなるか。伊藤の坊4番手、前の4者が後続を離している。先頭篠原、昨年 SG を制したこの伊勢崎の地で取った G2 制覇が残り3周、食らいついている久坂と徹もまだまだネバーギブアップ、諦めていない。3番手が高橋、4番手が伊藤のも、この2人にチャンスはあるのかどうか。さあ高橋ミラクルを起こすのか。さあ終盤戦だ、クライマックスに向かっていく。もう1回久坂と徹が飛び込んだ激戦だ。久坂と徹サイド先頭、人は2番手、さあレースが動く、レースが動く、高橋が突っ込んでくるか、高橋が突っ込んでくるか。4連覇はならずか。高橋3番手、4番手伊藤の坊、荒尾が中段5番手、ブルーフラッグ残り1周回、久坂戸が先頭だ。この思い筑豊に届け、久坂戸が先頭、2番手が篠原、3番手さあ高橋瑞穂、4連覇なるかどうか。3番手伊藤の坊、4番手最終コーナーに向かう、久坂戸か篠原か、久坂戸コールが優勝だ。コール3連単2番4番7番。3秒2秒1秒、各社一斉にスタート、ギヨーン。さあ行き足は外バックから7番車、二村飛龍がいいスタートだ。現在どうやら2番手あたり快速速攻、
主導権が1番車西村龍太郎の展開、2番手早くも並びましたが二村飛雄がつけまして、そして3番手今中山光が現在追走中は3番手、追走4番車大川部が肉薄です。7番車入ってまいりました、飛龍、飛龍スーパー飛龍、早くも大手市長が先頭へ躍り出ます。7番車二村飛龍が旋回、1番車西村龍太郎は現在2番手の位置、4番車大川部聡、フラッグシップは現在3番手、追走するは3番車ペカリススタートは中山光が現在追走中は4番手、5番のレーサー久門通る、内内を6番車田中茂か、最後方やや遅れたか、2番車グレートムタ尾形浩一の展開、主導権が7番車二村飛龍でありますが、追いすがるは1番車西村龍太郎ドラゴン太郎の逆転があるか、両名の一騎打ちダブルドラゴンでありますが、7番車二村飛龍が現在旋回、1番車西村龍太郎は現在2番手旋回、追走は4番車大壁聡、大壁は現在3番手、3番車中山光川口は現在4番手の位置関係、4車のマシンが抜け出しています。主導権が7番、主導権が7番です。二村飛龍、二村飛龍完全部位になるか、完全部位になるか、7番車二村飛龍飛車角 JK のスロットルを放つ、1番車西村龍太郎ドラゴン太郎は現在2番手、4番の岡部は現在3番手に上昇か、4番のさばきのテクニシャン、4番の岡部は現在3番手、7番が軸、7番が軸であります、飛車角 JK 二村飛龍、二村飛龍が勘で、おっと4番がちょっと後方へ交代、3番車高山光る、光るんですが現在3番手に急上昇、7番です、二村飛龍が王者の地に、飛車角 JK どうやら完全部位を収めるか、あと2周回へ入ります。7番車二村飛龍、飛車角 JK が渾身の地に、1番車西村龍太郎、光るドラゴン太郎は現在2番手、3番は中山光が現在3番取り関係、7番1番から3番前3車の陣形は出来上がった、ラストラップへ入っています、完全部位は濃厚、二村飛龍飛車角 JK は渾身の走り、1番車西村龍太郎ドラゴン太郎は現在2番手、3番車中山光るんですペカリスタートは現在3番手、出来上がった完全部位7番車です。 G2 を制しました。レンタン71が420円の一番人気です。はい、はい、まあ、記念ですね、うん、やっぱどれもすごいレースでしたけど、いやーすごいね、うん、まあ、ケンイチロー選手優勝、ケンイチロー選手強いね、強かったりとかね、やっぱ青山周平選手の活躍とかもね、うん、ありましたけれども、いつめんって感じの、いつめん、うん、SG とかも、うん、これ配信してたから、そうね、記憶にもあるよ、あるよね、うん、記念レースはやっぱりね、面白い、面白い、でも記念になるね、うん、おー、見るだけで記念になる、うん、ということで、はい、前編だったんですけどもね、本日の動画、こちらで終わりにしたいと思います、はい、まあ、後編もね、うん、あと6本あるんで、ありますんで、はい、後編の方も楽しみにしていただきたいなと思います、はいはい、ということで、このチャンネルが良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。